すべてのその誠の道にぶつかっていく生き方を草のごとく生きるという。草州由来、草のごとくに生まれて、生まれ生まれて、草のごとくに生きて、生きて生きて、しかる後、草のごとくに死す。我が伝え聞く、マスラオの道とはこのよしか。我が志は長く、そうありたいと願い、そうなりたいと涙せし、日々を思い起こせり。我が血類は草を求め、求め求めて、我が骨肉は草をはまんとす。己が人生を偏偏たる草毛となし、己が身体を草むすかばねとなさんか。維新回転の行をなせし個人曰く、草毛屈起のみが真の人道を築き上げるにしかずと。花を求めず、幹にもならず、ただただ我は一片の草として生きたし、我が器具は蒼天を突くの情を抱くも、我が血潮は草を求めて心吟す。草をはみし我が魂魄は、虚空に転じられたるかすかなる乏しみを求め求めて、子が親を慕うごとくに突き進まんとす。人生50年を一語として、草毛の志を心端に落とし込むをもって、我が人生の船出となさん。各ゆえに、次号我は草州と号す。修行祐介。こういう自分だ。草毛の志っていうのは中国の言葉だからな。これもともとは要するに漢文だから。それを日本語ではマスラオの道とこう言うんだということで、古代はな、草のごとくに生きる、または草毛の志とかいうのは、明治維新のテレビなんかとか小説を読むと、現代人というのは貧乏侍が立ち上がるようなことで言ってる場合が多いんだけど、これはもう全然言葉の意味が分かってない。つまり今言った命もいらず、名もいらず、名声も、それよりももっと大切なものを求め、花を求めず、そういう花になろうとか幹になろうとか、野心を抱かずに、この肉体一つというかな、魂一つというか、それでもって全てのその誠の道にぶつかっていく生き方を草のごとく生きるというんだよ。草毛の志、マスラオの道の最初の日本の物語は、まあみんながよく知っているあの大和尊の命だな。で、大和尊の命っていうのはみんなも知っての通り天皇の子だよ。天皇の子だけども、権力にこびずに、そういう自分の志を遂げるために矢に下って戦い続け生きる生き方を、日本ではマスラオの道と。民法とかそういうことだったらまた全然違うけど、明治維新ぐらいの時にはちょっと勘違いされてる。なんで勘違いしたかというと、明治維新を起こした武士階級が各藩の豪士という、要するに足軽階級だな。だから自分たちを草毛草毛と言うけども、草毛というのはそうじゃない。本当はもう天皇だろうが、大臣だろうが、大名だろうが、要するにそういう志、つまり誠の道だな。誠の道に自分の身体と魂を全部投げ込む人間は草毛の志というんだよ。草毛の志を行うためのその横島な人間を大和尊が斬るための剣だから、草薙の剣というのよ。あれ、そういう意味合いに使われる言葉が草という言葉なんです。で、妙に名声ばっかり求める生き方は花を求めるというんだな。豪っていうのは自分の生き方を一本簡単に表すわけだから。だから本当は昔の生き方っていうのはそういう生き方だよな。ああいう簡単なんでも別にいいんだよ。だから自分の出身をこう示す。あん中にはでも西郷隆盛が自分の薩摩隼人としてのその血というかな、そういうものがたぎってる豪なんだよ。だからあの号の通りに西郷隆盛は明治維新政府には最終的には反乱して、要するに薩摩人として死んだわけだよ。
南州というその号の通りよ。だ号というのはだから気楽にはつけれないよ。武士道の神髄は歯に隠れるにありとこう言ってあるんだな。武士道とは人に見せるものではないということだ。己が誠を尽くして死ねばそれで良いというのが佐賀武士の武士道。それをこの柔らかい大和言葉にしたのがあの葉隠れという代々の。あれも思想的には全く宗州草のごとくに生きるというこれと全く同じ考え。だから宗毛とは道理とか誠の道を求めて生きる生き方だから、つまりこの現世にそのお金とか形としてあるもんじゃないから、遠くにあるそういうものを志とか個人の意思とかそういうものを求めて目標にして生きるわけだから、どうしてもそういう遠くにある一つの灯火というかそういうものを求めてそこに向かって歩くという生き方になるわけだよね。